駅構内を三島側の踏切から見たところ、構内踏切と伝令式系音機伊豆日田駅は、静岡県田形郡神奈美町日田にある、伊豆箱根鉄道寸ンズ線の駅である。駅番号は、伊豆06。伊豆日田駅が開業するまでは、三島に行くには、大場駅まで歩かなければならなかった。また、この付近にあった軍立田形農林学校の生徒は、原木駅または、 大場駅で下車しなければならなかった。ス津電気鉄道株式会社の発起人であり、軍立多型農林学校の校長でもあった、新田大八郎が自分の所有地を提供して、駅の開業にこぎつけたのである。伊豆新田駅開業に伴って、駅構内で、長島鶴吉、田口金太郎、三田三吉らが人力車の営業開始、今井重作が駅前に運送業を開業。 その他、石井は宿直圏食堂を、区内は菓子屋、井村が雑貨屋、杉森が理髪店、山本は伊豆銀行の代理店を開業し、駅前商店街を形成した。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は1番線ホームに面しており、2番線ホームとのアクセスには、構内踏切を使用する。列車接近時には接近表示器からメロディーが流れ、 国鉄型の自動接近放送が鳴る。また、発車時には、寸津船内の待機でも使用されている、アロー株式会社製の発車ベル、発車メロディが鳴る。港内踏切は、船内で唯一、電冷式の音源が使用されていたが、現在では、電子音の警報器に更新されている。自動券売機は1台ある。自動改札機はなかったが、 2020年2月28日より設置工事開始。3月27日より供用開始。以前は大媒駅につながるインターホンが窓口に設置されていたが、現在は駅員が常駐となったため撤去されている。当駅で列車交換を行わない場合、上り普通列車は一番線から発車する。これは構内踏切の遮断を避けるためである。 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。ありがとうございます。